湘南ベルマーレはここまで1勝4分け7敗現在リーグ戦は胸で持ち出します。取り返したんですがタリクに合わず、ただ前のスペースに流せないですね。はい、タリクの反応は良かったですよね、はい、ミドルシュート、大橋です。うまくターンしました小池、これはタリクのタックルノーファウル、セカンドボールは畑が拾って前進、小池は倒れたままです。西側から追い越し杉岡高い位置に奪いました。さあアンデルソン・ロペス、アンデルソン・ロペスを手積み、伊豆沼だ、決定力の違いを見せましたエクバリノス。あ、コースの消し方とボール出させた時に左足を水沼が出してますよね、はい。まあ、インテリジェンスも光った守備から、まあ、攻撃から守備から攻撃のですね、ちょっと低めに位置しているので肩は出てるんですけどちょっと遠いですから、はい、ちょっとその後ろ側にいる選手にうまくボール通されてる感じだと思います。今度はサイドを変えて中川クロスにしました。こぼれ球マルコスジュニオール、マルコスジュニオールヒールパス、シュートだ小池、最後に現れたのは右サイドバック小池龍太で2点目です。全体でボールを運ぶ時の配置の取り方も良かったですね、はい、相手をおびき出して背後を取って、あとこのこぼれに対するマルコスの反応と小池のランニングも上手かったんですが、よく見えた角田が強くいきます。さあマルコスジュニオール、左に中川スタートを切ってます。2対2、3対2、中川どうする、中川右に持ち替えて水沼だ、さあ水沼折り返しアンデルソン・ロペス、フラッグ上がらず F マリノスに追加点、もしっかりうまく抜け出して、まあ、相手はやっぱり一番の背後でフリーダンスを作れて、はい、このね、まあ、ドリブルも良かったんですけども、ロペスのランニングで8からすると非常に難しい対応を迫られました、はい、最終的にやっぱり自分のところにボールが戻ってくるっていう、人のために走った、まあ、ロペスはロペスでプレッシングもすごくしっかり行ってますし、はい、いい活躍してますね。そのアンデルソン・ロペスから中川です。中川フィニッシュ、谷がよく触りました。これもウェリントンに入ります。そして落としたボール町野変わりました。藤田の斜めのパス、ちょっとレオセアラ準備ができていませんでした。さて抜けてきました町野、折り返し山田が来ましたが届かず、ただ拾って田中、さらに折り返しウェリントン、ついに1点返しましたベルマーレ、83分1対3。守備から攻撃うまくつなげられましたよね、はい、でしっかり押し上げもできて、まあ、ヘマノスからすると高岡が出たところが一つポイントになっちゃったかもしれませんけど、しっかりクロスがウェリントンに届きましたから、これは田中がよく上げたなと思います。田中、山田、渡辺すかさず背後、さあレオセアラが抜けてきて流し込む、1対4、試合を決めるよ。ずれましたね、ずれたボールが渡辺に入ったんですよね、はい、タイのところはね、これも仕方ないと思いますね、うまくバウンドのボールをゼロスタイルが背後に運べたなと思います、はい、何もなんとか試合が終わりました。第13節の神奈川ダービー、湘南ベルマーレ対横浜 F マリノス。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notifications